が飛んじゃいましたよ、技じゃないんだけど、あっさが違う、その後ボディープレスすると見た、その場でいった、思わず痛えと、いやこれフォール取りますよね普通ね、なんか今一応宙を待ったというか、空中でのエビ反り具合がなんかすごかったですね、巨漢の割にね、ブル様もタジタジがここまで、あなんか器用なことしますね、今関節取りましたよ、おっと取ってますね、でもブル選手はね、なかなか関節決まんないんですよ、なんででしょう、前ねカンドリとやりましたよね、必要にホズミとやった時にカンドリとホズミが組んで、私とブル選手と組んだ時、はい、なかなかね決まんなくて、あの必要に脇固めをね、カンドリにやられてましたけれども、結構でもね柔らかいんですかね、柔らかいっていうか、関節ね柔らかいのかもしれないけど、決まりにくいみたいで、結構余裕なところ見せたりとかしてましたね、大丈夫大丈夫、まあ今後はね体質的にってことですね、体質的にそう簡単にギブアップは無理ですよね、僕たちから、まあ今後は対抗戦カンドリ対ブルという、まあ、図式がね、新宿の横浜アリーナ以来こう出てきたわけですけれども、そのうちシングルマッチの実現というのもあるんでしょう、おっとなんか反動にしてネックブリーカーありますね、器用なところ器用な一面を見せていますこのレジー・ベネット、場外にこれはブル様ゴブモントン氏が騒ぐ場外乱闘、さあ鬼の形相はブル様であります、リング上レジーベネット席へ放り投げた、おっとブル様どうやら右手にヌンチャクですか、上がってきたところお約束とも言うべきヌンチャク攻撃出るか、もう後楽園ではね定番であります、トマチケラ、さあ久しぶりに見たぞヌンチャク、華麗な手さばき、あしかし振り返して強烈ボディープレス、これ私もやられたんですよ、今までどんな感じですか、もう息詰まっちゃう、目の前真っ暗です、いやシリーズなのブル選手あんまりああいう悲鳴を上げないでしょ試合中、苦しそうですね、レジースラムから今のはレジーラックアピールか、行くと見た、あしかしあレジーラック持ち上がらない、危ない危ない、あやはりちょっとブル様をねあそこまで持ち上げたらものすごいパワーというふうに思ったレジーラック、おっとブル様のラリアットで倒れない、なんということか2発目、いやそれにしても先ほどのシリースラムといいね、このレジー恐るべしという感じですけれども、さあカウント、危ないな、どうでしょうレジーはスタミナという面ではどうなんでしょうかね、どうなんだろう、おおおおおうわこれは痛そうな胸中のテイク飛行だけどドロップキックですよね、胃袋に決まりましたよ今、どうなんでしょう今ちょっとブルも予測していなかったのか、してなかったでしょうね、いくらなんでもまさかと思いますよね、はい、あーボディープレスだボディープレス、何やるんだろう、ブル様危ないぞセカンドロップからボディープレスだ、いや怖い怖い怖い、あーボディープレスだ、でもスイングしたちゃんと、危ない、結構できますね、いろんなことね、いやいや身軽ですよ、スタミナもある方じゃないんですかね、このタイプにしてはね、若くはないですよ、若くはないですね、あっとパワーボム、危ない、なんか荒削りだからなおさら怖いって感じですね、とにかくド迫力ファイト、力続くっていうかね、ブル選手さっきのキックも効いてるかな、そうですね、でも大丈夫ですね、ブル様が蘇ったか、
お、ブル様も、ブル様も身軽なところを見せるのか。飛んだ、飛んだ、すごい。それで結構ダメージあるんじゃないですかね。そうですね、こういうのはね、完璧にヒットした。なかなかね、あのスラムで投げるの難しいと思うから、うまい具合にギロチンかなんかでしょうね。そう、ポジションを作んなくちゃいけないね。決めてもらいたいですよね、これ一発でも。重そうだ、ボディスラム一発が重そう。そして決まるといいですね。このギロチンを狙っていく仁王立ちギロチン。おっ、もう京子さん、あっちまで上がっちゃいますね。あ、返しましたよ、今ギロチンを。おっと、今ローリングギロチンをというお客さんの要望にお応えするのか。ローリングギロチン、これか。久しぶりに出した。なんか久しぶりに超ヘビー級見たって感じ。でも聞いてますね、ブル選手。9分42秒、随分投げられましたね。たまにはこういう相手と戦わなきゃいけないのかなっていうような古さはね、まあ、それにしてもレジ恐るべしというのは私の感想なんですけれども、タワコさんどうでした、レジの印象は。レジですか、まあ、動けるんじゃないですか、ね、あの慣れてきたら全日本のリングで戦い慣れてきたら結構いけるんじゃないかなっていう感じ。今日のセミファイナルザ・日米ビッグゲストバトルと握力のファイトはブル中野が制しました。日米ビッグゲストバトルを、制しましたブル中野選手です。ブル様、はい、どうでしたレジ。もうパワーがもう下の目は出てますね。やっぱりあんだけ大きい人はパワーリフティングとかやっちゃダメですよ。さすがのブル様もね、ドロップキックとかボディープレスかなり効いたんじゃないですか。ドロップキックですけど、あのボディープレスとか、あれは本当にホール技ですよね。まあ、しかし最後はね、もう殺人フルコース決めましたけれども、もうあれダメだったらあとはもうムースアウトしかないですから焦りましたよ。うん、まあ、とにかく末恐ろしいレジというのを見た感じがしました。はい、まあ、しかしブルさんさすがというビッチ面もありましたので、今後とも頑張ってください。頑張ってました。